はい、えー、超駅太郎サブチャンネルです。あのね、少し皆さんね、前からなんか五輪組織委員元理事、青木、ね、お金をもらったこととかもらわないとかって言ってニュースをちょっと聞いたと思うんですよ。で、ほとんどの皆さん何のこっちゃだかわからないと。それが大変なことなのかなとか思ったりするじゃないですか。まあ、要は五輪の組織委員会のなんかまあ、偉いさんが、その、まあ、 青木さんの、まあいいか、こう、青木で別にさん付けしなくても、これ悪いことやってるんだから、ね、青木のユニフォームをね、採用した時にそこに便宜がどうのこうのっていうことなんだけど、よくわからない。ね、何千万だからどうのこうのっていうふうになってるけど、わからない。ね、ただ私ここに来て、なるほど、これかと思ったの。これじゃわからない。ね、これじゃわからない。こういうことかと思ったら、まあ、えー、簡単に説明しますよ。えー 組織委員会の高橋というね、えー、理事78歳のこの人の会社が大会スポンサーに選定された新士服大手の青木側とコンサルタント契約を結んで、えー、計4500万を受領していた問題ということです。ね、東京地検特捜部だよ。地検特捜部が動いてるんで、これはね、ちょっと簡単な事件でないですよ。うん。あのー、こんな適当に終わらせないですよ。えー、で、家宅捜索をしたという。うん。 ね。用意は受託収賄。特捜部は広告大手の、ここですよ。広告大手の電通。あの電通ですよ。を捜索してるのよ。ガサが入ってるんですよ。ガサが。ね。スポンサーを選定した組織委員のマーケティング局には、電通からの出向者がたくさん存在、在籍していたと。この 高橋という78歳のおじさんは、電通の元専務ですよ。電通の元専務。ね。何らかの影響力を行使しなかったかどうか調べると。ね。この高橋というおじさんは、取材に対してね、不正を否定している。それはそうですよ。認めるわけがない。ね。特捜部が不明な資金のやり取りについて強制捜査に乗り出し、 世界最大のフォースサイテンを巡る運営のあり方が問われる事態になったと。だから私オリンピックってなんか嫌なんですよね。なんか盛り上がる。なんかもうなんか気なくさい。ね。で、ここが問題なのは、ね。ね。この組織委員会の役員や職員はみなし公務員ですよ。公務員なんですよ。職務に関して賄賂を受け取れば汚職の罪に問われる可能性がある。だからダメなんですよ、これ。ね。まあ。 ねえ、何かの勉強を図ってもらうためにね、井戸があったと青木川の関係も操作しているということなんですけど、ねうん。ここが、あれですよ。電通ってどういう会社なんか広告代理店で、一時はなんかすごい格好、なんか電通なんて言ったら電通だとか、すごく、こう、肩を稼ぎ切って歩くみたいな、そんな感じだったんだけど、悪い会社です。 電通事件と言って調べてみてください。私は電通さんに関係することはね、懲役太郎なんていうのはね、広告なんか一個もできないし、もう関係ないからね、私は言うよ、これ。<laughs> もう言うよ、絶対に扱ってくれないんだから。懲役太郎っていう名前だけで扱ってくれないんだから、何にもね。もうね、電通事件ってね、過労死とか長時間労働で自殺したっていう、もう本当にね、あのー、本当に可哀想な事件があったんですよ、この高橋増二さん事件ってね。 本当にこのお母様も非常にね、頑張って裁判を起こしてね、伝説が悪かったというふうになっているんですよ。うん、こういう会社ですよ。ね、だから、こういう過労死云々かんぬんの時に関わっていた、まあ、元専務っていう、だから、全然関係ないわけないですよね。それはしれっとね、しれっとそういうことがあった会社にも関わらず、やっぱり五輪組織委員なんかになっちゃって、ね。へえ、みたいな。 うーんーみたいな思うわけですよ。ねいいのかしら。ねまあ、こんなこと言ってもあれなんだけど、なんかやっぱりここに関しても最初から、この報道を見てると、青木ホールディングスは出てたけど、電通の出の字も一言も出てないんですよ。ね問題は、電通にガサが入って初めて言ってるっていうことですよ。ね何の忖度なんだろう。もっとね、電通の専務なんていうことは、新聞とか、 テレビ報道ではしてないです。しっかり調べてきゃ出てきますよ。そういうことですよ。電通に傘が入ってどうにもならなくなったからっていうふうに出してるっていうことなんですね。うーん。ねえ。え、ね。あ。青木の前会長か、高橋さんの人としての力に期待したと供述してる。え、ねね、え。青木。 氏のね、部下はライセンス商品の販売のため、高橋氏の力が欲しいとの内容を安芸死にメールで伝えていた。 ねえ。東京五輪オリンピックって最初から最後までなんかおかしかったですよね。いろんなことが。ねその東京オリンピックの映画を撮った女性監督もなんか暴力沙汰でどうにかなっちゃってるし、最初に選定がどうのこうのとか、いろんなことがあって、いろんな問題があって。なんなんだろうね。普通にスポーツの選手ファーストとか言ってもちっともんじゃないよ。金持ちファーストとかね。うん、なんか、嫌な後味の残るね。うん。これ。 本当に誰も言えないんだから、これきっと。ね。うん。うん、ねそして2017年9月から高橋氏が代表を務めるコンサルタント会社。コンサルタント会社って誰でも簡単に作れるのかなねコンサルタント会社にコモンズの契約を締結して、月額100万円の提供が始まった。ずっとか。 ねえ、すごいね。約1年後の18年10月、青木はエンブレムの使用権などが与えられるオフィシャルスポーター契約を組織委員と結んだと発表した。19年夏からエンブレム付きのスーツなどを販売し、3万着以上を売り上げた。ねえ。3万着だよ。ねえ。3万着のスーツっていうことは、単純に1万円だっていくらになるのって話じゃないですか。だいたいスーツって1万円ぐらいするでしょ それは五千何万の安いもんだってことでしょ、これ。ほんで毎月百万ずつって。ねえ、恐ろしいな。そういうことがいいのかなうん。ねえ。ああ、恐ろしい。ねえ。そういうことだよ。ねえ、そういうことが成り立っていいのかうん。だからここってさ、もっと休団しなきゃいけないような気はしますよね。うん。 ま何億円のですよね。まあそこで、まあその動くわけじゃないですか。この3万着エンブレム付きのスーツなど。へえ。そりゃ、するわな。それぐらいっていう話。だからこういうことが横行してるってことなんだよね。なんか、これっていいのって、うん、思ったりしますけど、これが実態ですわ。うん これ、どういう結末になるのかなどこまで行ったって実刑判決はないもんね、こんなことでは。青木の会長とか、高橋氏うん。どういう罪になるのかな在宅起訴なのかなうん。うん。逮捕にはなってないもんな、まだ。えスポンサーで円通の方もどういうふうにこれ、どうするつもりなのかね ひどいなと思います。はい。